こんにちは。こんにちは。ということで神音太郎でーす。イエーイ。さあ前回に引き続き今週もですね、斉藤商店のきょん姉こと斉藤京子さんに、今日のゲスト、いやパイセンとして出ていただきます。よろしくお願いします。じゃあ今週はもう本当にこのトラックのご紹介、はい、そういうのでいきたいなと思う、はい、お名前はダイアナちゃん。お名前の由来とか聞いてもいいですか。あのね、三菱ふそうはダイヤモンドマークっていうマークがある。はい、ダイヤモンドダイアナちゃん、そういう理由なんですね。簡単な理由、僕見たことないですけど、この京子というブランド、うん、そうブランド大体皆さんここにあのふそうって入ってるのが、はいそうですよね、普通なんだけど、まあちょっと人と一緒が好きじゃないから、はい、名前にしちゃえよと。なるほど、いきなりぶち込み始めたということですね。おう、もう、はい、うん、でまあここ有名なね、私のハイヒール白い長靴、そうドレスがつなぎ、はい、ハイヒールが長靴、ステージは箱の中。なるほど。でこの子はしょうちゃん、しょう LINE のスタンプだよね。あ、なるほど、なるほど。なんかこのケロッとしたところがお前に似とるわとかつって作ってくれたでイラストもね書いてあるんですよね。そう、こちらにはまあこれはね、まあトラック業界では有名なマルペちゃんっていう、まあ、岩手県のユーチューバーさんなの。へえ。パパラッチ、どこにでも行くの岩手県から。あ、なるほど。そう、ちょっと気になりますね。そしてこの上、おてんば漁業協同組合、はい、うん、これも運転手してる私のお友達が三陸水産女学院っていう名前の生みの親、はい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 、大阪の方なんだけど、うん、手作りで作ってくれたワンマントで、やっぱりこう一番気になるというか愛嬌一番、愛嬌でやってきてるとここまで。そうだね、はい、はい、他にこのフロント部分でなんかこうこだわってるところがあります、うん、こだわってるところはやっぱこの、まあ、フロントガラスもサイドガラスも特殊な加工がしてあって、今はちょっと天気がいいから見やすいけど、はい、曇りになっちゃったりとかすると中が全く見えなくなっちゃ う, ほう、外から見えなくなる、外から見えない、中からは全然見える、まあ、これも車検対応なんだけど、はい、すれ違うでしょ、手振ってんだけど無視ですかって言われるぐらい手振ってんのが見えないんだって。相手がってことですね、はい、相手がもう前のめりになってこうやったり、はい、窓開けてこうやったりする、それぐらい見えなくなっちゃう。え、これはなぜそういう加工にしたんですか。かっこいいから。そしてただそれだけってことですね。そうで私のほらそのガラスをその作ってくれてる方も、はい、これ入れてみたらいいよって言ってくれて、もう特殊なガラス屋さんってことですか。そうそうそう、うん、で入れたらあいいじゃんこれと思って、太陽がガンガン当たらないから夏はそんなに暑くならないよ他のガラスみたいに。あ、そういうなんかこう機能はあるんですね。ただ電波が悪くなる。全部窓閉め切ると1本とか。そうなんですね。窓をピーって開けると電波が増える。へそう、ね、あとなんかよく見るとこのなんかラメになってるっていうか。そう、これはどういう、まあ、私ずっと白が好きで前はパールだったんですよ、うん、はい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 。それみんなに言われるの、これさラメぐらいパールとか入れたらよかったじゃんって言われる、うん、いやこれ入ってんだけどって言って悔しくなったから、次はパールじゃなくてラメ入れようと思って、はあ、分かりやすいでしょラメの方が。でやっぱこのラメってこのから塗る人の腕によって、うん、なんかパッとか塗るとか私にはよく理解できないけど、はあ、そういうのがあるんだって、うんうんうん、俺すげえ今回うまいんだって自分で言ってた。あなたいつも腕いいよって言いたくなるんだけど。これ例えばこのガラス、うん、ラメ当然別の業者さんというか、うん、もちろんそう千葉県のガラスマイスター K さんっていうところのガラス、うん、こちらはこっちはね翼ちゃんっていう人が乗ってくれたお友達全然人の名前出てきますねだから本場の車っていろんな友達から力をもらって出来上がってる車なんで、これ一番こう、うん、なんか大事などど真ん中のドセンターにこの貼ってあるこの、あこれね、これは何なんですか。北海道の牛さん運びをしてるお友達が貼ったの、はい、私一回スチームかけて飛ばしたら俺のステッカーねえくなってんのってニヤッとしてまた貼ってたもん私の大事。結構重要なポイントですよねこれね。でも真ん中のここ通ってるからね、すごいっすね、うん、まだ私の車に勝手に貼ってく人っていないからね彼は貼ってったからね、はい、すげえなと思うその人にも会いたいけどなあとやっぱこのフロント部分のこれバーの部分ですか、うん、あこれ鹿よけ、鹿よけ、鹿よけ
泥除けとか厄除けしか聞いたことないですけど、なんすか鹿除けっていうの。しかも三陸道とか鹿が多いんですよ、はい、本当に。あ、なるほどなるほど。だから鹿をバンって行く、まあまあ、ぶっちゃけね、これが曲がるよりこっちが曲がられるとすごいショックなんだけどね。あ、うん、これもあの九州の平和美光さんというところで作ってもらったんだけど、はい、そこの社長が一生懸命私に合わせて作ってくれたから、これもで、これがあることによって、うん、まあ、鹿ちゃんもおっキョンネーやってなるんですね。引かれるかも。鹿が引かれる。うん、なるほど、こういうのもあると。やっぱそれは全国的に回ってるトラックのゆえんですよね。、うん、はい、じゃあちょっと横の部分も、はい、行きましょう、はい、やっぱりこう至る所にベティネーが、うん、斜めになってるのさ、はい、ドア閉めるたびにずれてきてる。あ、なんか意味じゃないんですね。ちゃんとこれあの水平線なんだよね。はあはあはあ、全体的に清潔感保ってるような感じしますけど、シンプルイズザベストね。なんかそんな感じしますよね。私シンプルが一番好き、はい、でこのタイヤのホイールっていうんですか、うん、あ、これメッキ加工、これすごくね。ショーンっていうところの、はい、アルミメッキ、手入れが楽。あ、手入れが楽なんですね。私洗車にいつも12時間ぐらい測るの。12時間、真面目に。すごいのさ、それがもうアルミ入っちゃうとアルミ磨きももう1分何分何時間かかるから、はいはい、そうですね、楽。メッキかけてもらってるから。なるほど、うん、12時間洗車するってことは、うん、一応その日は休みなんですか。いや、仕事があっても、はい、寝る暇削ってでも洗車する。だから多分思われてると思う、あいつ仕事もしないで洗車ばっかりしてるんで暇なんだなって。洗車する時は地元でやるんですか。いや、あちこちでどこでも、うん、ただ、皆さんのほら使いたいホースを私一人で独り占めしちゃうことになるから、なるべくみんながいないような時間帯狙って、まあ、深夜帯洗車に行ったりとか、うん、そうそうそう。頻度どんぐらいなんですか。いや、もう一方向必ず汚れたらすぐ。そっか。そう、ホイールなんて特にやっぱこうキラキラ光った方が気持ちもいいから、せっかく光らせてもらってんだから、汚れたらすぐ洗う。へえ。ただみんな車神経質な人はそうだと思うよ、大体。この分厚さとかも、うん、どうなんですか、やっぱちょっと。あ、そうか、これ見ながら歯磨きとかできるから。辰巳姉さん YouTube 上では、うん、化粧のメイク直しできますよって言ってましたけど、うん、歯磨きなんですね。歯磨きとか今日のつなぎ似合ってるかな、大丈夫かなって。でも辰巳さんともご交流はあるんですか。あ、お友達。あ、そうなんですね、うんうん、一応僕あの辰巳さん あの、うん、10番弟子を名乗らさせていただいてまして、はい、おめでとうございます、はっちゃーん。いつか見たいですね、辰巳さんとキョン姉のキャットファイトを。ちなみに、うん、若い頃は、うん、どっちかというとヤンのキーだったのか。いいえ、優等生。前回の動画で CA さん目指してたとかおっしゃってたんで、あれヤンのキーじゃねえのかなと思ってたんですけど。優等生でだから。あ、じゃあもうますます、うそ、ちょっと戦いが見たいですね。さあこちら、はい、まあ花魁ですね。これは目立ちますよ。すごいでしょ。これも親友の新地工芸さんが書いてくれたやつ、はい、手書きだよ全部。手書き。そうだよ。直接ってことですよね。そう、冷凍機の蓋を送って、これもまた花魁ラン和風よろしくって言って電話ガチャッと切って出来上がったの、これ。すげえですね、これ。私がちょっとすごいなと思うのはこれステッカーに見えるでしょ。なんだ。これ違うんだよ、エアブラシちゃんとやってんだよ、 STK。 あ、これは私 あの車を作ってくれてるボディ屋さん、はい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 、宮城県の。これがそのほら香川の新地工芸さんの。まあすごいでしょ。なかなかこんな色気が出ないですよね。そう、盛り付きしといたぞって言われて。いや綺麗。うん、すごいよね、うん、これ運転手がやることじゃないよね、これね。確かに。でもこれをなんかここにドーンじゃなくて、うん、やっぱこういうところにこうさりげなく乗せるっていうところが、ドーンとやっちゃったらただ単に派手な車でしょ。ですよね。まあそれはそれで素敵さがあると思うけど、はい、私はそういうの求めてないからね。じゃあドーンはないってこと。ドーンはない。なるほど、ありがとうございます。さあそしてこちらですよ、ダイヤの。これはね、その私 の宮城のボディ屋さんが、はい、頑張って作ってくれたの。道具箱とお揃いのダイヤモンドのやつ、あちらもね、ダイヤモンドで。でこれほら角度が一度でも曲がると変形して丸くならなかったんだって、はい、なるほど。何個か作り直してくれて、やっとねこういう風に。一発じゃないんですね、何度もトライアンドエラーを繰り返し。苦労の策を、うん、これありがたいね。あとは、はい、こちらの隠れ愛嬌一番です。そういいっすよね、うん、うん。でほら、ここにもちゃんと、はい、出ました、こちら、はい、これ石巻の宇野上天幕さんの泥除けで、こっちにもつみれあとむって名前が入ってる。
でこちらが三陸水産女学院っていうのが先ほどおっしゃってた。そう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 。チーム名になるんですか。違う。三陸水産女学院っていう学校あるの？ないよみたいな。いやある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 。どっちなんですか。ある。実際にあると。ある。私には校長。絶好調って感じで校長。先輩すいませんでした。行きましょう。じゃあ本当に何なんですかこれは。いや本当にこのあちょ来て。なんかあるんですね。来てとかってこれをねまず最初に。はい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 。あこの三陸水産女学院っていいねと。これ箱にも入れちゃっていい。って言ってそういうのがきっかけでってことですね。ただ単に箱に入れたのそれで。そういうことだね。気に入っちゃったの自分が。だつまりやがて本当にこういう、要は校長みたいな立場でいろいろこう仲間を従えていきたいっていう。ちゃんと一応ね、三陸水産女学院建材学部とかさ。あ本当にあるんですか。ダンプの方とかお友達でね、同じの作ってって言って、まあ、千葉の方でね、同じの作ってちゃんとここに入ってんだ。はいこちら。はい。ドンはないとおっしゃってましたけども、はい、まあ、はやっぱ後ろはドンですよね、うん、これをさりげなくとカウントするんですか。さりげなく、うん、これさりげない、さりげないと思うよ。だってもう上には上が言い過ぎるもん。いや、もちろんそうですけど、うん、私なんかも全然さりげない。これは当然七福神さんですか。そう、石巻に白金社ってあるんですよ。こういう観音とかを書いてる看板屋さんが、はい、まあ、有名だと思うんですよね。はい、そこの絵描きさんに出張で描いてもらったんですよ。その場でってことですか。そう、まあ、熊谷さんって言うんですよ、はい、でその熊谷さんって方が白金社っていうところに行って月に2回皆さんにこう絵を描いてるんですよ。予約がいっぱい、もう2年ぐらい埋まってるって言ってた、ずっと。だから熊谷さんお願い描いて、いや俺忙しそうダメだ、いや私熊谷さんから描いてもらうまで走れないもん、ダメだお願い、ダメだお願い、分かったって言って書いてもらった。個人、ね、名前が。そうだから私はあえて白金社とは書かずに熊谷さんにお願いしたいんだから熊谷美光さんの名前を書いてねって言って、うん、そこにサインしてもらった。あの上にある飛行機は何。よくぞ聞いてくれた。何なんですか。ブルーインパルス。ブルーインパルスはもうご希望でっていうことですか。そうブルーインパルス好きで、まあ、私はなんかの基地の前に通ると涙が出るんだ、感動して。はあ、はあはあ、そう。これはもうだって、うん、キョンネー走ってますって言ってるのと一緒ですもんね、これね。後ろからしてみたら、あれこれキョンネーじゃねってなるってことですよね。そうそうそう。で大体皆さん七福神その白金市で書くときって、はい、2人の神様を書くんだけど、はいはいはい、私は欲張りだから7人全部書いてほしくて、もう絶対私はもう7人揃ってるところじゃないと嫌で。ただ皆さんに比べれば一人一人がちっちゃくなっちゃうけど、うん、でも7人神様揃ってるからよしと思ってこれはすごいわ。こちらもベティってますね。ベティってるよ。これもオイランちゃんですか。オイランだね。このベッちゃんちょっとこうゴリッチオリチチバンザイ、オイヤオリチチってない。もうこれオリジナルというかアドリブ。新地さんの好み。新地さんがオリチチしといたで後ろもよく見ると今日って書いてあったり。そう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 、すごいっすね。吉原をイメージしてるのかな。実はこれ今じゃわからないんだけど夜になって電気がつくとここにね人が映り出てくる。あなんかね影があるんですよ。いるでしょ。なんだこれ女のオイランがマジ。いやこれも新さんの好み。この上のこれは何すか。そのなんかちょっと居酒屋の看板にありそうな。単にその新さんにタンプレを送ったらお礼にって言ってもらったの。お礼品で。いつも言われるのがお前今年はいらんぞ、お前からもらうとなんか作んなきゃいけなくなるからいらんぞって言われる。ますます会いたくなりますねやっぱりキョンネーをちゃんと真ん中に置いて全国の人たちがキョンネーやったらこれだろっていうような、なんかこうみんなキョンネーの愛を受け止めて作ってんだなっていうのは感じましたね僕は。あ私も感じてる、はい、なのでちょっと本当にありがとうございました。短いお時間でございました。ありがとうございます。とはいえなんですけども、はいはい、この後、うん、この野田市、千葉県の野田市に来たら、うん、キョンネーが立ち寄るというお店があるという情報も、うん、カミオンスタッフは気付けておりますので、この後来週の動画はちょっと真面目な話したらあれですけど、トラックの現場の目線で今こうだ、昔はこうだ、将来はこうなってほしいみたいな話もちょっと。私真面目な話できるかな。行きましょう。どんなお店なんですか。イタリアンのお店で、はい、
とても美味しくて、すげえ楽しみですね、うん、じゃあご飯食べる前にちょっとね、うん、ちょっとそういうお話聞きましょうかね、はい、はい、さあということで今週も最後までご覧いただきありがとうございました。毎週金曜日がカミオン TV、 こちらを合言葉にですね、やっておりますので、ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。みんなでトラックの世界を盛り上げていきましょうということで、今日ね、ありがとう、イエーイ、バイ。